はい、それでは本日もこちらをやっていきましょう。ちょっと3日空きましたけれども、急遽講義の特訓でグラウンドに戻ろう。ライモン中グラウンドに戻りましょう。ジェネシスを倒す鍵となる技、おそらくこれだ。まず一つはキーパー技の無限座反応。はい。そして最終究極奥義と呼ばれるシュート技のジ・アースト。ならよ、その最終究極奥義ってのはちょっと完成させればいいんじゃないのか。ジアースは11人全員がグーってボールに突きを送って、最後に3人がシュートをズバーって決める技なんだ。11人のフォーメーションが1ミリでもずれると成功しちゃうのか。厄介だな。じゃあさ、ゴーエンジやツナミもいることだし、もう一度試してみようぜ。もしかしたら今度こそうまくいくかもしれないぞ。準備はいいか、みんな。もういつでもいいぜ。よし、行くぞ。これはまた随分見事に失敗したものだな。なんだなんだ、前やった時よりも全然ダメになっちゃったじゃないか。そんな、どうしてですか。また失敗だ。やっぱり僕がいるか。エンド、ジアースの得はやめだ。このままでは何度やっても結果は同じだろう。でも、ジアースが成功を完成したいとゼレスには。別に諦めろと言っているわけじゃない。今はスーパーノヴァを見てみんなの心がざわついている。少し時間が必要だ。そうだな、お前の言う通りだ。みんな、これからはそれぞれ個人で特権だ。それぞれの技をもっとパワーアップさせるために特訓してくれ。それじゃあ立ち向かい、俺たちは無限座反応を完成させようぜ。はい、遠藤さん。ライモンのキーパーキャプテンしかいないっす。俺も監督に賛成だ。遠藤、お前も薄々感じていたんじゃないか。キーパー以外にも他にも自分のサッカーができる場所があるかもしれないと。俺たち地上最強のチームにならなければならない。そのためにも弱点を克服しなければ。そこで初めて俺たちは完璧になる。地上最強のサッカーチームを名乗ることができるんだ。完璧に。なあ、変わってもらうんだ、遠藤に。エンド、お前これからリベロになれ。リベロに？リベロっていうのはイタリアで自由な人という意味なんだ。その名の通り、自由にディフェンダーとして動きながら攻撃もできるタイプのプレイヤーのことだよ。なるほどな。私も君たちの試合を見させてもらったが、エンド君、君はキーパーなのにシュート技も打てる面白いプレイヤーだと思っていた。確かに君ならリベロに向いているかもしれないな。リベロさ、勝つために。分かった、俺やるよ、リベロになる。
だってさ、一度きりのサッカー人生だもんな、な、だろっつらみ。おお、まだ。んで、キャプテンがリベロやって誰がゴールを守るのさ。それは、いるだろ、ぴったりなやつが。あ、俺ですか。さ、一で、正ゴールキーパーだった、遠藤から、その弟子、立ち向かいに、正ゴールキーパーの座が渡る瞬間。お前よく見たろ、これ影動いてる。すんげえ。なあ、俺さ、うまく言えないけど、立ち向かいから可能性を感じるんだ。なんかよ、俺よりもすっげえやつになる、そんな気がするんだよな。だから、こいつに任せていけば大丈夫だって思うんだ。遠藤さん。確かに、未完成とは無限ザハブを覚えるところまで行ったお前だ。適任と言えるだろう。よし、立ち向かい。お前に、この究極奥義無限のハードを託す。これで、エリア学園からライモのゴールを守ってくれ。でも、いいんですか、遠藤さんは。俺が覚えなきゃいけないのは、リベロとしての技だ。いつか、この無限のハードを試してみたいと思ってるけど、まずは、お前に覚えてほしいんだ。遠藤さん。お前なら、絶対無限のハードを完成できる。それまで俺も付き合うぜ。はい、ありがとうございます。そして無限ザハンドを覚えたとき、稲妻イレブン2での遠藤を守るというゴールキーパーはいなくなる。なあ、わかった、頼んだぜ夏美。それじゃみんな、それぞれの特訓に入ろうぜ。誰が一番強くなるか競争だ。おお、立ち向かい、俺たちは火星に来て特訓だ。はい、遠藤さんの気合に応えられるように俺頑張ります。期待と気合と読み間違えた。ちょっとな、俺も一つ調べてみない必殺技があるんだ。ジアースには及ばないかもしれないが、きっとライモンの強化に役立つはずだ。神のアクアでもゲットしてくる気ですかい？ボールを奪い最初の頃は結構経験値でかかったけど、もう今なんかある意味ドラクエでスライムを最初は苦戦していたけれども、最後の頃はもうスライム何それ美味しいの、敵に簡単に倒せるっていう風な、そんな経験値を感じるような。うわ、遅いぞお前ら。この人たちが40年前の稲妻イレブン。おお、君が立ち向かい君か、噂は聞いてるぞ。時間がない、早速メガゾハンドの特訓を始めよう。はい、よろしくお願いします。メガゾハンド。いや、また失敗か。俺にしてもメガゾハンドか、まだそんな技があったなんてな。究極奥義なんてのを編み出す、やっぱ大輔さんすごい人だ。
お前、本当にいるか？無限ザハンド、あのガキに集まってよ。無限ザハンドは、しなやかな筋肉と正確さが必要だって、昨日は言ってた。でも、俺のは違う。俺の持ち味は力強さと大胆さなんだって。確かに、大輔さんのままに、しとしなやかさと正確さは似合わねえな。そうだな、君の大輔さんに似て、とにかく突っ走るタイプだ。俺もしなやかな筋肉を身につければ無限ザハンドを使えるかも。でも今は立ち向かいの方がぴったりだって思うんだ。だからさ。なるほど、しか信じられんな。あの大輔さんですら成し得なかった究極奥義を本当にあの子が成功させたのか。大丈夫、立ち向かい才能あるんだ。でも成功したのまだ1回だけで。あったら方法は一つかね。ギリギリまで自分を追い込んで極限まで集中するだけだ。俺たちがシュートを打つ、それを無限のハンドで止めてみせたまえ。はい、お願いします。ライモン中のゴールを、遠藤さんの背中を俺が守らなきゃ。いざ。踏まれ立ち向かい、お前ならできる。無限のハンド、また失敗だ。焦るな立ち向かい、今のはなかなか良かったぞ。はい、どうして、一体何が足りないだ。くそ。ああ立ち向かいよ。あ、無限のハンド一回成功してんだろ。その時はこんな辛そうにやってたわけじゃないだろ。もうちょっと楽しんだ方がいいんじゃねえか。楽しむ、でも今はそんな状況じゃ。俺が無限ザハンド完成しないと。どうもいどうもい立ち向かい、ちょっと休憩しようぜ。でも遠藤さん、いや実を言うとさ、俺がちょっと疲れたんだ。ちょっと気分転換に行こうぜ。俺がお気に入りの場所に連れて行ってやるよ。遠藤さんのお気に入りの場所ですか。なあ、きっと気に入るさ、行こうぜ。で、鉄塔、鉄塔城、鉄塔城だ。すごい景色ですね。な、ここに来ると自分の悩みがあってちっぽけに思えてくるだろう。はい、本当に。遠藤さん、さっきの疲れたなんて嘘ですよね。俺をここに連れてくるためにわざとあんなことを言ったんでしょ。バレてたか。遠藤さんはサッカーで悩んでた時にここに来ていたんですね。俺だけじゃない、俺のじいさんだってお気に入りの場所だったんだ。エイリアとサッカーしてるときさ、考えるんだ。あいつら本当に楽しんでサッカーしてるのかなって。苦しい、辛い、憎い、そんな気持ちでサッカーしてても勝利の女神も応援でくれないと思うんだ。勝利の女神が。立ち向かい、諦めなければ無限のハンドはできる。頑張ろうぜ。はい、頑張ります。な、もうこんな時間だ。俺先に行って特訓の準備をしてますね。オーキー、よくここにいるって分かったな。なあ、何がだ。してないって言ったら嘘になるかな。俺にとってのキーパーはじいちゃんとの絆だったんだ。でもさ、今みんなとの絆も同じくらいに強いんだ。それにさ、リベロに挑戦しなかったらじいちゃん怒ると思うんだよな。守れ、おじけづくんじゃない。何事もチャレンジあるのみだ。でさ、リベロなんてじいちゃんよりすっごいプレイヤーになってみせるぞ。なあ、サンキューな。伝えたこと、今ここでじゃダメなのか。とにかく言う通りキャラマン行ってみるか。
なんか、こんなところでどうしたんだ。実はちょっと悩みがあって。悩み？悩みっていうのはその、どうしたんだよ、相談なら乗るぞ。なんか、やめようと思うんです。どうしたんだ、受けに、お前らしくないのは。やっぱり僕には才能がないんですよ。そんなことはない、得すればいくらでも強くなれる。まさかワンと同じくツーのもこのやり方か。やっぱり僕には才能がないんですよ。ただこれいつからのイベントだ。なあ、来たか、遠藤君。このニュースを見てくれたな。ニュース？事件現場からお伝えしております。先ほどからものすごい衝撃波が降りそうすぎ、次々にこの町の建物を破壊しています。あれはまさかエリアが弱まい。おいおい、なんだ今の。今映っていた音、近いな、ジェネシスのスーパーノヴァだ。もしもし、なあスミスか。なに、エリア学園からメッセージが届いたな。ああ頼む、こちらで転送してくれ。君たちも聞いていて、聞いてくれ。エリアからのメッセージをこれから再生する。愚かなザイゼン、これが最後の通告だ。私の出した条件を飲まれば、ジェネシス計画により世界中が混乱に陥るだろう。ジェネシス計画？どういうことだ。まさかエリアが日本以外にも攻撃を、世界中がエリアの攻撃を受けるというのか。そんなことになれば世界で戦争が起こってしまう。どちらにせよエリア学園を倒さない限り戦争は避けられないということか。それは鬼ヶ原刑事から聞かされた。あなたがエリアに誘拐された時、何かを見せられた。そしてそれが何かも隠していると。今回の件と関係あるんだ。隠していていることもできないか。私がエリアに誘拐された時に見たもの、それはミサイルや戦闘機など破壊兵器の開発施設だったのだ。破壊兵器なんて、どうして宇宙人であるエイリアン学園がそんなものを。どうやらこの一件には人間の手も絡んでいるらしい。そう、キラ財閥という組織の手も、俗に言う上級国民ってやつですね。キラ、それってもしかして俺たちが予感途中で会ったあのおじさんかな。キラ財閥のトップのキラ聖次郎は、私が総理になった時こういう話を持ちかけてきた。自分たちの作るミサイルや爆弾などの兵器を買え、さもなくも思い知らせてやるって。私は戦争を防ぐためキラの要望を断り続けてきた。しかしキラは今エイリア学園を使って世界を戦争に巻き込もうとしている。一体なぜキラの目的は世界をこんなに陥れることなのか。まあそりゃデスノートで、いやいや、そりゃ違うキラですよ。キラがどうやって宇宙人であるエリアを利用できるのかがわからない。世界をこんなに陥れて一体何をしたのか、それもわからないんだ。キラの本当の目的は何なんだ。キラは昔はあんなのではなかった。正義感あふれる信頼できる男だったのに、何が彼を変えたのか。遠藤君、
私はここへ戻り諸外国のリーダーたちに連絡を取る。そして彼らと協力してエイリアたちの攻撃を食い止めよう。だから悪いが君たちにはエイリアの本拠地へ行ってほしい。そこにきっといるはずだ。エンド君、一刻も早くキラを止めてくれ。はい、わかりました。頼んだぞ稲妻イレブンの諸君。どうやらゆっくり特訓をしている時間もなくなってしまったようだな。無限のハンドもチーアースもまだ未完成ず。それなのに大丈夫っすかね。だったら戦いの中で完成させればいい。俺のゴッドハンドだってそうやって完成させたんだ。でもさ、無限のハンド覚えたとしてもスーパーの前に対抗できるかわからないだろ。そんなのやってみないとわかんないじゃないか。ほら、立ち向かいの力を信じるで。はい、頑張ります遠藤さん。星の使徒本部、そこがエリアとの最終決戦の場になるってことだな。気にならないか、光一。監督のなぜスーパーノヴァを知っていたのか。ああ、俺もそう考えていた。それに監督はさっきまで本拠地に乗り込むことにあまり乗り気ではなかったはずだ。そのように一体何を考えているんだ。やつだな。俺思うんだ。日本だけでこんなに熱いやサッカー魂を持つやつらに会えた。だったら世界には、そう、この地球にはどんなやつがいるんだろうってさ。おいおい、随分気の毒のある話だな。ま、宇宙人より現実的かもね。これからまだまだいろんなやつらとサッカーやってみたい。だから俺たちは絶対にエリア学園に勝ってあいつらがやってることを止めないと。史上最強のメンバーの俺たちなら絶対勝てる。だから頑張ろうぜ。絶対勝てるか。相変わらずな、お前は。ま、勢いだけって気もするけどさ。でもよ、影響って大事だぜ。ノリが悪いと勝てるもんも勝てなくなっちまうからな。入院してるカツバスたちのためにも俺たちが最強だって示さなきゃ。よし、みんな気合い入れるぞ。俺たちは絶対勝つ。おお、なんだこの感じは。不思議な力が湧いてくるのを感じる。今のは、はい、よしやるぞ。エリア学園を倒せ。楽しいサッカーを取り戻そう。ああ、そしてみんなの心が一つになり、ついにジアースが生まれる時だ。彼らに地球の命運は託された。頑張ってくれたまえ稲妻イレブンの諸君。もしもし、なあ響か、どうした。そいつら、ひとみこ監督は、あいつはそこにいるのか。ひとみこ君ならつい先ほどエリアの本拠地へ向かったが、どうかしたのか。さっきと足遅かったか。響監督、一体何があったんですか。その声は財前総理、実は なんだぞ。まさか彼女が。私は今から遠藤たちを追いかけてエイリアのアジトへ向かいます。鬼ガールのやつも急いで向かうと言ってました。何か分かったら連絡しますんで。それではこれで。なんということだ。彼女、どこかで見たことがあると思っていたが、そういうことだったのか。
平ひとみ子。そろそろ富士の樹海に入るぞ。自殺の名所ってわけですな。でだだだだだ、なんだこの野郎。うわあ、急ブレーキなんてどうしたんですか古川さん。すまん、でもキャラバン抜けるのはどうやらここまでのようだぞ。あ、確かにな。なあ、あの大木を運んでこの川にかければキャラバンも通れるかもしれない。大木を運ぶのか、それなら僕も力になれるかな。はい、わかりました。エンド、ひとみ子監督だがエイリアンについて少し詳しすぎると思わないか。スーパーノマについてもなぜか前から知ってるような言いぶりだった。あ、でもそれって監督がエイリアンについて調査をしていたからじゃないのか。それにしては知りすぎて。キド、ちょっといいか。あの監督が俺たちに何か隠してるのはみんなも感じている。このままの状態で決戦に挑むのは不安だと俺も分かってるつもりだ。だがエンド、あの監督のことを信じる。だから余計なことは言うな。あいつは人を疑うことを知らないからな。疑うのは俺たちの役目、信じるのはエンドの役目だ。だろ。なあ、何言ってんのお前たち。早く大木運ぼうぜ。そうだな、俺たちはあの監督の行動に目を光らせようとしよう。これが結構迷うっていうところだったような気がするんだよな。ボールを取られるなっていうパターンか。早速取られたよ。雲の糸。失うのも多くなってきたな。
ダッシュストーリー。よし行くぜ、スピニングシュート。決戦の時点で10ポイント？まあ正確には最終決戦じゃないんですけどね。だから経験値でかいかなと思ったら100、約100もらえた。さっきの10倍やって。よし、これならキャラバンも渡れるかな。ふぶき、ちょっといいか。お前と二人で話がしたい。うん、いいけど、何の話かな。お前だけじゃなくて、アツヤにも話があるんだ。お前の事情は遠藤たちから聞いた。過去に何があったのかな。そうなんだ。ボールを持て。あ、お前、前に俺とサッカー勝負がしたいと言ってたの。この間の続きだ。さあ、ボールを持て。かも、サッカーできないんだ。アツヤに変わらないとサッカーなんてできないんだよ。チアースが成功したのも、きっと僕のせいだ。でも、僕はこのチームを離れる勇気もない。アツヤになればみんなの役に。甘ったれたこと言うな。なに、お前がいなくなった時、あいつらはどれだけ心配したか分かってるのか。シロだろうがアツヤだろうが、そんなことは関係ない。遠藤たちが見てるのは全部ひっくるめてお前なんだ。全部僕。俺も昔はそうだった。サッカーを諦めることを妹のためと言いながら、同時にそれを言い訳にしてきた。君がそんな完璧そうに見えるのに。ほら、完璧なんかじゃない。お前はサッカーが好きなんだろ。好きだよ。でも好きなだけじゃダメなんだ。完璧じゃないと。完璧じゃないからみんな僕の前から消えていた。父さんも母さんも敦也も、そして染岡君たちも、僕は完璧にならなきゃいけないんだ。完璧でないなら僕なんていない方が。
人で完璧になろうとするのか。みんなで完璧になろうぜ。お前、遠藤と一緒に旅をしてきて何か感じなかったか。あいつはサッカーを通じて自分が一人じゃないってことを教えてくれる。一人じゃない。そうだぜ、風紀。みんな聞いてたの？俺たちはみんなで、俺たちはみんな一人で強くなったわけじゃない。みんながいたからできたんだ。みんな、お前は一人なんかじゃない。チームのみんながいつだってお前を支えてくれている。僕は、俺はここにいてもいいのかな？当たり前だろ。一緒にサッカーやろうぜ。そうか、悩むことなんてなかったんだ。僕は、俺は二人揃って風吹四郎なんだ。ようやく分かったか。ったく、四郎は本当にめんどくせえ性格だよな。初や、分かっただろ。お前は一人じゃないんだって。助けてくれる仲間がいるって。もしかしてあいつや、それ分からせるためにわざとエイリアの誘いに乗ったの？さあどうだかな。あつや、あつや、どっか行っちゃうの？行っちゃうも何も、俺は最初からお前の心の中だけにいた存在だ。それにもうお前には俺は必要ないだろ。これ辛いよな、あつや。おいおい、そんな情けない面すんなって。僕は今まで自分の中で作り出したお前に頼ってばかりだ。でも作り出した人でも自分にちゃんと問いかけて答えてくれる、そんな人だからこそずっと頼っていられたんだよな。それじゃあお前だってなかなか目が離せないよね。でももう大丈夫。これからはチームのみんなと完璧を目指す。なあ、見てるぜ。お前の心の中からずっと見てる。それじゃ元気だな、シロ。ハツヤ、ありがとう。キャプテン、お願いがあるんだ。これを扱っておいてもらえないかな。これ結構気づいてる人いるかどうかわかんないんですけれども、今アツヤが消えたその時から吹雪の髪型実は変わってるんですよね。上に跳ね上がってる。これお前がつけていたマフラーじゃないか。これはアツヤの形見なんだ。でももう必要ない。僕の心の中にアツヤがいるって分かったから。ふぶき、分かった、お前の思い受け止めたぜ。なんかこれ見ると26回の高校生クイズを思い浮かべるな。ありがとうキャプテン、ゴージ君、みんな。なんか照れるけど、よし、それじゃキャラバンに戻るぜ。星の人本部に出発だ。高校生クイズでは準決勝に行った人の決勝用のマフラーを、決勝用のタオルを受け継いで浦和高校が優勝して V2 を果たして。なんで本拠地の場所知ってんだ。あの監督なんか怪しいぜ。日韓戦に勝ったっていうのがあったんだよな。それじゃあいよいよ最終決戦だ。気合入れていこうぜ。
おい！最後の決戦ってわけか。みんな乗り込むわよ。はい。待て響監督、この中に我々を裏切った者がいる。どういうことですか。私は長い間調査を続け、やっとエイリア学園の尻尾をつかんだ。我々は騙されるところだった。黒幕はでも実は、そうではなかったってことなんだよな、これ。なぜ監督が黒幕って。キラ瞳子、まさかあんたがあのキラ財閥の娘だったとはな。キラ財閥、それでまさか、さっき総理が言ってたエリア学園に関係してて破壊兵器を作ってるって奴らのことですか。その通り。キラ財閥の創始者キラ聖二郎、そいつの娘なんだ。あんたの狙いは何だ。何のために俺たちに近づいた。とかエイリア学園のスパイだったんじゃ。究極奥義が完成しないまま出発させたのも作戦だったりして。監督を信じてなきゃサッカーはできこない。いやいや、そういう頑固なところも大輔さん譲りだな。ひとみこ監督、子供たちが信じる限りあんたはライモンの監督だ。だが俺もこいつを守る義務だ。あんたは少しでも怪しい素振りを見せたらすぐに監督は交代してもらうぜ。そういうわけだ。あんた、これから俺も投稿する。さあ行こう。敵の黒幕の娘と一緒だって、冗談じゃねえぜ。いや、こっからはだいぶ険しい道になるみたいだ。お前さんたちしっかり捕まってろよ。イレブンの1からやっているけれども、めちゃくちゃ壮大なんですよね、このゲーム通して。ところが富士にあったなんて。ここがエイリアの拠地。ねえデカブツ、トイレならここじゃないで我慢しろよな。ここにジェネシスが
ヒロトがいるんだな。うわすげえ、壁の中にコードがいっぱいあるぞ。待て、俺もここで見張る。それならあんたも妙な動きはできないだろうからな。エンド、お前たちはチーム編成をしてジェネシスの戦いに向かえ。大丈夫だって、俺はひとみこ監督のこと信じてる。だろうな。だとすれば目的は一体何なのか。鬼ヶ原刑事。鬼ヶ原、やっと来たのか。すまん、ちょっと別件が入ってな。あれ、春日さんじゃないですよ。ついさっき、エキラ聖次郎の自宅に強制捜査が入ったんだ。もちろん、奴の姿はそこになかった。奴は今、この基地の奥にいる。そうだな。あんたにも後で話を聞くことになるだろう。だが、今、エイリアを倒すのが先だ。俺たちのこの行動もどこで見られているかわからんしな。はい、監督、待ってろよ、ジェネシス、ヒロト。ダンバスは、ライモンイレブンはついに基地に侵入したようです。そうですか。もうすぐ瞳子たちも私の考えを知ることでしょう。剣崎君、例の準備任せましたよ。はっ。ひとみか、そこまで私の設計画が気に入らないのですか。父さん、父さんには俺がいる。大丈夫だよ、父さん。苦手なパターンだ。おお。ああ。バトルで負けた上でパスをしたやつを取られてバトル敗北。先へ進むには何かが必要みたいだな。頭がマッシュルームですか。さあ行くぜ、ピニングシュート。ドゴンジョーキャーズ。ゴリムちゃん。どれ。よし、行くぜ。水星シュート。ブルーショーパンチ。二度目。さあ行くぜ。水星シュート二発目。
ナイス、3回ぐらい出したんじゃねえか。2回だったけど、すんげえ経験値もらえた。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと、しばらくここの中でレベル上げですね。では失礼します。